ご視聴ありがとうございます。楽しいのを見るチャンネルの部分からの小原です。金ちゃん、イカ焼きそば。これをですね、深夜のキッチンで作ってみたいと思います。金ちゃんヌードルの金ちゃんのとこですよね。確かそうだぞ。そうぞ、徳島製粉って書いてありますね。1万円プレゼントの、現金1万円プレゼントの徳島製粉の金ちゃんのとこですね。これ安かったんですよ。安かったのと、このイカがですね、いいなと思って、このイカの絵がいいなと思って、これを、今から作ってみたいと思います。もう作るだけですね。作ってですね、簡単に、レビューしてみたいと思います。今、お湯を沸かしてます。お湯沸くの待ってます。よし、じゃあこっちでは、パッケージを開けてみたいと思います。こうなってますね、パッケージドル。焼きそばですね。3分間みたいですね。ソース、火薬、蓋を A から B まで開け、ソース、火薬を取り出す。火薬を面の上に開け、熱湯を内側の線まで注ぎ、蓋をすると。これでお湯捨てて出来上がりということですね。この間ですね、金ちゃんヌードルの、現金プレゼントの方のヌードル、あれに関してですね、応募したみたいなことを動画にして出したらですね、1万円当たったって方から、コメントが来まして、まあ、その方どうされて当たったかっていうと、まあ、2週間に1回だったかな、2週間に1回、応募してたっていうことを書いてきてましたね。やっぱりですね、金ちゃんヌードル当たるにはですね、数ですね、いっぱい送るとそれが、近道かも、近道だっていうことじゃないですかね、当たるには。何か、強運とかですね、それもあるかと思うんですけども、まあ、地道にいっぱい送ると1万円当たるかもしれないって、当たりやすいかもしれない、当たらなかったら郵便代とか食べた分のお金がもったいないって思うかもしれないですね。でもそこを通り越していっぱい送ると当たるかもしれないってことですね。かもしれないですよっていうことを、ちょっと情報としてお伝えしておきます。お湯がそろそろ沸きますね。もうここもこの辺もですね、深夜のキッチンやらないとですね、汚いまんまなんで、やるときに掃除するってことなんで、深夜のキッチン久々にやって、ちょっとこう綺麗になりました。ガス台の上がお湯沸いたかな。こんなとこですね。もう切りましょうか。よしと、火薬とソースが入ってました。火薬をですね、開けて、この中に入れるという流れになります。火薬を開けました。なんかイカいっぱいですね。イカが、よし、これにドバドバドバとかけますね。よいしょ、よしと、よし、これで3分蓋をして3分と。ちょっとこの間にですね、冷たい水なんか用意します。時計でチェックしなくては。今ですね、11時48分なんで、11時51分ですね。まだです、待ちます。今回ですね、この湯飲みに、水と氷を入れました。これでガバガバ飲みながら、焼きそばいただくと。いただく前にも飲んでおくってことですね。止まらない濃辛ソース、イカとキャベツ入り、イカうま、イカうまっていう名前なのこれ、イカうま、イカ焼きそばですね。銀ちゃんイカ焼きそば、イカうま、イカ焼きそばです、名前は。とか言ってるうちに51分3分経ちました。これまず切り口から、よいしょよいしょ、ちょっと持ってるかな。これですね、これでお湯を切ります。よしよし、thank you.
してソースをかけます。こんな感じです。湯を切ったらこうイカがいっぱい乗ってますね。たソースがですねかなり濃そうですね。よく混ぜてこれで焼いてみましょう。いただきます。よし、なんかいっぱい出てね、イカがイカラッキーみたいな。よし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 で、よし、いただきます。ソースが濃いのとイカの匂いがします。イカ食べてみます。イカいいね。イカがさっきも言いましたけどソースが濃い、そしてイカの匂いがプンプンしますね。イカってるぞみたいなそんなことないっていう焼きそばです。もう一口いただきましょう。気が乾きます。ということで、また言うの3度目ですけどソースが濃いです。そしてイカの匂いがします。イカ食べれるぞっていう焼きそばですね。銀ちゃんイカ焼きそば、あとゆっくりいただきたいんで動画この辺にしておきます。この動画が良かったと思われました方は高評価のボタンをクリック、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画この動画でお会いいたしましょう。楽しむブービーチャンネルのブービーホラのおはらでした。バイバイ。いただきます。全部いただいちゃいました。何度も言いますけどソースが濃かったです。ソースが濃くても水があれば大丈夫。水を用意していただきましょう。